金町の皆様、大きな声でお騒がせしております。テレビ改革党より立候補いたしております高橋純也の選挙活動に参っております。少しの時間、お騒がせ、いたします。高橋純也およびテレビ改革党は主に NHK 問題に取り組んでいる政党であります。NHK 職員の平均給料、皆様ご存知でしょうか。年間1800万円、これが平均年収であります。もちろんもらってる人はもっともっともらっております。 NHK の理事は任期は3年なんですけれども任期は3年なんですけれども3年勤め上げて退職金をもらいますと、その額は1億円を超える額、まさしく NHK の上の方は上級国民、現代の貴族と言っても差し支えありません。新入で下っ端で23の新卒でも1000万円程度もらえる、これが NHK という組織であります。どうして NHK はこんなにお金があるんでしょうか。どうして NHK は民放を凌駕する売り上げを誇るのか。それはですね、受信料制度という制度を利用している団体が NHK しかないからであります。 NHK だけがテレビを持ったら俺たちに金を払え、こういうような特権を持っている不公平な団体だからであります。そういう商売をしている団体は一つしかないのでありますから、 NHK 受信料を好き放題設定できます。ぼったくり価格に設定しておるから、ありがとうございます。こういうことができるのであります。入りたての社員に1000万円の給料をもらあげれる団体がどこにあるでしょうか。気をつけてくださいね、うちの子外から開くので。 NHK は直線企業、独禁法で裁かれるべき団体なのであります。このようなですね、ぼったくり価格の受信料を払っているのはもちろん皆様葛飾区民であります。国民、日本人も払っております。本当でしたら独占禁止法で裁かれるべき唯一受信料商売というものをやっている NHK は受信料を高く設定しすぎなのであります。皆さんから金を取りすぎなのであります。そのおかげで NHK 職員は平均して年間1800万円、月にして150万円の給料をもらえております。これを不公平と言わずして何としましょうか。テレビ改革党は NHK をはじめ日本にある不公平を数々を訴えている団体であります。この度高橋純也がテレビ改革党より葛飾区議会議員に立候補いたしました。高橋純也は葛飾区議会で日本にあるこのような数々の不公平を訴える所存であります。ぜひとも皆様、高橋純也を葛飾区議会に送り込んでよろしくお願いいたします。